おはようございます。はい、あらま、ああ昨日出かけてたんですよ。昨日出かける用事があって、特製のたこ焼き本当に美味しそうでした。たこ焼きか、久々に食べたいですね。なんかね、そんな食べないんですよね。結局だらだら食べなくてね、いつも毎年、ね、あの年末年始、ね、身内、あの屋台家族やってると思うんですけど、あれのね、本当に屋台やってるんですよあの由来は本当に屋台、身内でね、お祭りとかの屋台をやってる。でもそっから取ったんですけどの、あれでたこ焼きがね、あの三が日とエビスさんの時だけ出してるので、もうその時に食べる以外食べないんですよね。それぐらいかな、本当に。いえ、全然テレビの話ね、楽しいですね。あ、ありがとうございます。はい、ってことで、チャオチャオこんにちは、シンクと申します。本日はおさめ11時15分スタートでございます。まあ特にあれあれこれあれやることはそんなとこにないんですけれども、行きましょう。これでなんとかどうした、これも、これを取っ、クケクスチシスツクシス、何を言ってるんかが分かりませんさてと、いつもまぶいよ、まぶいってまた古いな、お嬢へ。あんたが、あんたたまにサボってるかい。いや、サボってる。曲がったことは好きじゃないけど、真面目すぎるのも良くないらしいよ。たく、生きづらい世の中だね。あんたはいつも輝いてるけどさ、頑張りすぎは体に毒だからさ。マブたちのフリル、ありがとう。マブたちのフリルだけど、なかなか写真立てくれないし。あ、昨日でも何にもプレゼントしてない、みんなに。あー、やべえ。これは良くないよ。これなんだろう、琥珀。あ、琥珀だ、琥珀だ。弟が買ってくれた、嬉しい。琥珀がないんですよ。持っていきましょうか、あなんかで、あとね、これですね、アメンボをゲットしたので、これを起動しに行きましょうか。そう、弟のところにね、ない化石をあげたら琥珀くれましたね、嬉しい。おはよう、ふた。いいえ、おはようございます。いや、とりあえずアメンボから。なに、うん、今日はね、みんな起きてるんです。はい、どうぞ。何でもありません。それでお願いします。はい、それでは、アメンボと、といえば、水の上をスイスイと滑るように移動できるのは不思議ですよね。あれって足の裏に細かい毛が生えていて、そこに染み出す体内で作られた油のおかげで濡れることなく浮いて進めるのだそうです。それって汗じゃないですか、油って。まあ。ところで、このアメンボという名前、飴のような甘い香りがすることから、飴の棒、飴ん棒になった。へぇー。それって、この虫にわざわざ鼻を近づけて匂いを嗅いだってことですよね。あー、気持ち悪い。たまたま顔のところにピョンって飛んできて、あ、こいつ甘いって思ったかもしれないじゃん。わかんないじゃん。まあ、それはさておき。たとえ苦手なものであっても責任を持ってお願いします。お預かりしてください。じゃあね、寄贈します。はい、どうぞ。琥珀。僕もなんと琥珀じゃないですか。いやー、まさかこの状態ですか。これほどの良い状態で見つかるとは。せっかくで、ちょっと見せた事情が。お願いします。そうですか、そうですか。待っててください。それでは。琥珀は実ね、古代
木の樹液が固まったものでできてる。へえ、そうなんや。古くから宝石として取引を行われてきました。しかし古代の虫や植物が閉じ込められているものは学術的にも価値が高くてですね、恐竜が生きていた時代を知る貴重なヒントとしてこうして博物館にやってきたりするんです。ほう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 、ね、ありがとう。では、お客様は手伝っていただきます。はい、ありがとう。他なんか選んでる子はどういいでしょうか。うん、大丈夫です。ありがとう。また鑑定依頼しに来るね。これで琥珀のところが埋まったかな。よし、琥珀のとこ。あ、全部埋まったくさい？全部埋まってる。アンモナイト。琥珀。全部埋まった。え、全部埋まった。わ、びっくり。全部埋まったよ。あ、パタヤさんがいる。おはよう、パタヤさん。あっち。この件で偶然びっくりどうね、偶然びっくりどうだい。おはよう。もしも本物の恐竜に会えたらうちを弟子にしてくださいってお願いしようと思ってるんだ。子供の頃図鑑で見た恐竜がそんなにかっこよくてね、長い間ずっと憧れていたんだよ。なるほど、まあ、確かに迫力がかっこいいですね。でもなんとなく大きさは想像つくけども、体の色は図鑑に正しいとは限らないし、花柄だったか、だったらどうしようかね。どうだい。まあ花柄の恐竜もちょっとプリチーかもしれないですけどね。終わったんじゃないかな。全部埋まった気がするんですけど、どうなんでしょうか。一個ずつ見てみます。じゃあここからですね。オフタルモサウルス、フタバサウルス、アケロン、ケツァルコアトルス、プテラノドン、ステゴサウルス、アンキロサウルス、イグアナドン、パラサウロロフス、パキケファロサウルス、トリケラトプス、スピノサウルス、うんこの化石、足跡の化石、ティレックス、ディノニクス、始祖鳥、え？違う？ディメトロドン、あ、ちっちゃい。ジュラマイヤ、ディプロドクス、ブラキオサウルス、マンモス、スミロドン、メガセロプス、メガロケロス、アウストラロピテクス、アカントステガ、サメの化石、ミロークンミンギア、
ユステノプテロン。暗葉虫。アノマロカリス。アンモナイト。琥珀。あれ全部埋まってんじゃん。あ、すごーい。よー、これはすごい。埋まりましたね。これは、全部埋まりましたね。嬉しい。間違えた。消しちゃった。はい、ということで、美術品、なんていうの？奥の部分。化石の部分ですね。全部埋まりました。おめでとうございます。はい。だからといって何が終わるんかってあんまり分かってないんですけれども、まだまだね、サイドとかもあるので、言ったら、なんだ？右と左？ね、まだまだこっちもあるので、まあ、特に、一応化石が埋まったって感じですかね。おはよう。おはよう。一日中店の中とはいえ、やっぱりこう天気がいい日はなんとなく嬉しいもんですね。今日みたいな日はつい明るめの生地を多めに塗っちゃうんですよ。ああ、確かに今日も家の模様ですかね。可愛いですね。いいですね。まだこの辺は変わり映えがなしかな。ああ、今日なんかそんなにこう目の引くこれ欲しいがないな。じゃあまた来るね。が来てるってことはあれだな、あげないと。あれ、ハタヤさん帰ってきてんじゃん。そら不思議な顔するよ。ごめんよ、ハタヤさん。レックスが来てるじゃん。あ、なんか来てた。おはよう。どうした？忙しそうだね。驚く。ユリの冠。お、いいね。教えてー。ありがとう。シックは持ってるけどね、通常はないんですよ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。嬉しい。また来るね。かわいい。嬉しいですね。えい。レックスがいるのか。まあレックスに後でね、長所とか渡しましょう。で、なんだっけ、模型作ってもらいましょう。今日は誰からかな。このボトルを拾われた方へ。読書が大好きな 私が今読んでる物語をイメージした DIY レシピを考えたんです。みんなにも教えたくなったので、こういう形でお伝えいたします。材料があればお試しください。遠い島に住むメリアス。メリアスさん、ありがとう。竹のベンチ。竹のベンチ、いっぱい覚えたな、そういえば。あー、なるほどね。てか竹シリーズがなんかちょっと増えてきたね。いいですね。まあでもここには反映されないんですが、これかっこよくね。シェルフいいね。これはええわ。またなんか竹のゾーン、なんかこんな風な場所を作りたいです。竹のレシピが割と多いので、それを使った、なんていうのかな、ものというか、
まえられないアレキサンドライト。アレキサンドラトリアバデアゲハナ。アレキサンドライトはなんか FF やったからファンデファイナルファンタジーだった。では短いですけども本日この辺で終わりたいと思います。まあこの後多分プレゼントとか渡したりとかして終わるかなと思います。今日はね生放送しようかなと思ってるんで、まあそちらで、まあ、ちょこちょこっと違うこともしたりなんかいろいろしてるかもしれないですね。ではでは終わりたいと思います。バイバイ。